はい、皆さんこんにちは。先行のハサウェイはもはや実家、ジャパンサイファーの J です。今日解説していくのは、もうとにかく会話が難しい先行のハサウェイ、その中でも一番難しいとされる空港でのギギとハサウェイの会話を紐解いていきましょう。もうですね、画面見てわかる通りこの会話はむちゃくちゃ難しいです。今日は劇中でのハサウェイとギギの会話を翻訳していきます。彼らのもう意味のわからないこの掛け合い、一体どんな意味なのか、これを紐解いていくと、実はハサウェイはセリフの中でシャアやアムロ、クエスに関して明確に言及しています。もうね、この空港編の会話めちゃくちゃ深いんですよ。さあ、それでは見ていきましょう。まずそもそもの大前提なんですけども、先行のハサウェイの会話ってなぜ難しいんでしょうか。これは以前の動画でも解説しましたが、もういろんな要素があるんですね。先行のハサウェイで難しい会話を繰り広げるキャラクターはニュータイプ、ないしはめちゃくちゃ洞察力の高い人たちです。なので彼らが会話をするときは、通常の人間のように前提を確認し合いながら会話をするのではなく、心を読み合ったり、そしてニュータイプ的な洞察を経て勝手に相手の会話を先回りしていくんですね。しかもニュータイプでなくても、とにかく状況に対する理解度が早くてですね、もうすぐに相手の言うことを理解して先回りして相手と会話をしていくと。で、あとは本能的に理解するみたいな特徴もあるので、我々が言葉で認識できないことを、うん、なるほどねと勝手に分かって話が進むと。だから先発の会話はめちゃくちゃ難しいんですね。だからこそ元々の会話を紐解いて、実はここはこういったことを言ってたんだよという説明をしてあげると、なるほど、そういう深い会話だったのかと分かるようなこともあるわけです。さて、今回注目したいのは空港のシーンですね。空港でギーとハサウェイが会話をしていて、そこでギギはハサウェイに対してなぜハサウェイの正体が分かったのかを説明するようなシーンがありました。ですが、ここの会話もめちゃくちゃ難しいんですね。しかもギギは途中で発狂しましたよね。私そういうんじゃないよって言って、殺すという言葉に対して異様に反応してしまいました。これは一体なぜなんでしょうか。そしてハサウェイのセリフの中にはですね、実はシャアだとかアムロ、クエスに関しての言及もあったんです。そう、これね、もう紐解いていくとね、なるほど、そういうことだったのかと、逆襲のシャアとめちゃくちゃつながっているので、ぜひ今日の説明を聞いていってください。はい、というわけでここから一つずつ翻訳していきます。まず、空港のシーンですね。空港のシーン、まずですね、大きく3つの会話があります。ハサウェイが、ギギを空港で見つけてですね、ハサウェイがギギを空港で見つけて話しかけます。さっきはなんで笑ったんだいと聞くハサウェイに対して、ギギは笑った、そう、私がと言います。そして次、なんでマフティの名を語る連中だと見抜けたんだ、人は体に現れますもの、あ、そうだ、今思いついたんだけど、さっき笑ったのはね、マフティ・ナビー・ユ・エリン、つまり正当な預言者の王という名前を名乗るのはあなた、ハサウェイ・ノアだって分かったってこと。あはは、僕はご覧の通りごく普通の青年だよ。正直ね、そういうの好きよ。こういう言い方も嫌いだろうけど、言ってみて、なんで君はそう思ったのかってね。タウンゼンに乗れた、それにしては若すぎる、なぜあんな風に戦えたか、十分よ。いいですね、いい感じに訳がわからないですね。さて、一つずつ説明していきましょう。まずこの1番ってとこですね。さっきはなんで笑ったんだい、笑った、そう私が。ここは先行のハサウェイの冒頭を振り返るとわかりますね。ハサウェイのさっきはなんで笑ったんだいというシーンは、ハウンゼン、飛行機の中でのシーンですね。ハウンゼンにいた時に、このテロリストがですね、神経が苛立つとか言ってる時に、いきなりギギが笑い出し始めましたね。ふふふふふと。で、なんかウサギちゃんのタブレットを見てる。そんなシーンがありましたけど、ハサウェイが聞いてるのは、なぜこのシーンで笑ったのかを聞いているわけですね。なので、ハサウェイのセリフを翻訳すると、ハウンゼンにいた時、テロリストが乗客名簿を読み上げてる時、なんでいきなり笑ったんだいと。そしてギギ、これに関して笑った、そう、私がと言ってます。ここでギギは、自分が笑ったことを覚えてない、ないしは意図的に笑ったということを考えていないということですね。なのでギギはここで言ってたのは、あれ、私あの時笑いましたっけと。ここは本能的にテロリストをからかったのであって、何かその当時意図的に何かを見抜いて笑ったことではないと、ニュータイプ的な感性ですよね。なんかおかしいなと思って、頭で理解するより先に本能が先に出て笑ってしまったということなんですね。そしてお次の会話、ハサウェイ、なんでマフティの名を語る連中だと見抜けたんだと。人は体に現れますもの。あ、そうだ、今思いついたんだけど。え、ってことですね。この今思いついたんだけどっていうのがね、結構大事なところになってます。この2番の会話を翻訳していきましょう。
なんでマフティーの名を語る連中だと見抜けたんだというハサウェイの質問に対して、ギギは人は体に現れますもの、あ、そうだ、今思いついたんだけどと回答します。ここ翻訳すると、あのテロリストはマフティーっぽくないから違うと分かって本能的に笑ってしまった、でも今あなたをよく見て考えたら笑ってる理由がよく分かったわということですね。つまりギギが飛行機の中で笑ったのは、まあ、あくまでも本能的に、まあ、笑ってしまったと。何かを感じて反射的に、まあ、笑ってしまったと。でも今ハサウェイを目の前にしてよくよく考えてみると、あの時私が本能的に笑った理由がよく分かったわということをギギが言ってるわけですね。でハサウェイは もちろんもうわけわかんないんで、と。そしてギギのこの名台詞ですね。さっき笑ったのはね、マフティーナビューエニ。つまり正当な有言者の王という名前を名乗るのはあなた。ハサウェイのはだって分かったってこと。ここでの翻訳は、さっき笑ったのは本物のマフティーがその場にいるのに、偽物がマフティーを名乗っていた。つまり目の前に本物がいるのに、まあ、偽物が俺がマフティーだと言っているのを見て、まあ、笑ったと。なので、つまりあの時からギギは、ハサウェイが本物のマフティーであるということを本能的に感づいて、本能的に笑ったと。いうわけですね。で、あの時は本能的に笑ってしまったけれども、ハサウェイ本人を目の前にした今ならその理由がよくわかると。あなたが本物のマフティーだって気づいてたから笑ったんだよということを言ってるわけですね。で、この笑った理由の中にハサウェイがマフティーであるということを、まあ、ギギは気づいていたということを言われたわけですね。そこでハサウェイは後悔します。あはは、ハサウェイは後悔します。あはは、僕はご覧の通りごく普通の青年だよ。ギギ、正直ね、そういうの好きよと。で、ハサウェイはここで無言になって、心の中でこの子は嘘がわかるんだと、こういう言い方も嫌いだろうけど、なんで君はそう思ったのかってねと。ここを翻訳していきましょう。ハサウェイ、あはは、僕はご覧の通りごく普通の青年だよ。で、ここは、まあ当然ながらマフティーだとバレてはいけないのでごまかしてますね。で、ギギの、まあ、正直ね、そういうの好きよというセリフは、まあ、あなたは嘘が分かりやすい人なんだね、そういう人好きよと、正直で好きよということを言ってるわけですね。あなたが言ってるのは正直ねということではなくて、あなたは嘘が分かりやすい人なんだねと言ってるわけですね。で、ここでハサウェイは、まあ、こういう言い方も嫌いだろうけど、なんで君はそう思ったのかってねと。まずハサウェイは自分が話している女の子が、まあ、ニュータイプ能力を持っているということにこの時点で気づいています。なので、まあ、余計な言葉を、まあ、挟むのをここから避けているんですね。で、ここでハサウェイが言っているのは、まあ、君は洞察力が高いからこういう質問を聞かれるのは面倒だろうし、まあ、いちいち説明するのは面倒なんだろうけど、なぜ僕がマフティーだと思ったか詳しく説明してくれるかなと言っているわけですね。このこういう言い方も嫌いだろうけどという意味はそういうことですね。ニュータイプは、まあ、いちいち説明せずに分かり合えるんですけれども、まあ、それをあえて言葉で説明してくれとハサウェイがここで頼んでいるからこそ、こういう会話になっているわけですね。そしてお次は、ハサウェイがなぜマフティーだと、見抜けたかを説明するギギですね。タウンゼンに乗れた。それにしては若すぎる。なぜあんな風に戦えたか。十分よ。こう翻訳すると、タウンゼンに乗るためには経済力と特権が必要。若い人には難しい。そしてテロリストのマフティーなら肉体的な戦闘能力も兼ね備えているはず。それに偽物に向けたあなたの敵意や心が読めたからあなたがマフティーだって分かったということですね。で、ここでポイントなのは、飛行機の中でですね、テロリストと戦っているマフティーというのは常にテロリストの隙を伺っていましたよね。で、だからこそギギとしても本物のマフティーが偽物に対してどういう感情を抱いているかというところも、まあ、ニュータイプ能力で、まあ、おそらく感づくことができたと。で、だからこそ、まあ、そういうヒントもあって、ハサウェイがマフティーであるということに気づけたというようなセリフですね。はい。もうね、めちゃくちゃ難しいんですね。こんな短い会話をですね、こういちいち翻訳していくと、こんな長くなるというのがね、まあ、先行のハサウェイの面白いところなんです。先行のハサウェイの面白いところですよね。さて、お次。ここがですね、まあ、一番面白いところですね。で、ここからの会話は、ハサウェイがギギに対して、なぜ僕がマフティーだと気づけたのかという話を続けていきます。なんでさ、なんでさと聞くハサウェイに対してギギは、人って自分のことになるとバカになるって本当ねと。で、そこに対してハサウェイはかぶせていきます。教えてくれと。なんで僕がマフティーだって分かったんだと。もう一回ちゃんと教えてくれと。そしてギギ、そうでしょ、マフティーの名前を利用する連中に出会ってカッとしてやっちゃったのよ。ハサウェイ、ああ、今のことで僕が。そしてギギ、こんなこと他の人には喋らないよ。嫌われるの嫌だもの。本人ならいいでしょ。とてもスリリングだし楽しいわ。この会話ね、ここもむちゃくちゃ難しい。はい、ここを翻訳していきましょう。このハサウェイ、なんでさというセリフ。
ここは、まあ、なぜそれだけでマフティーだと気がつけるのかってところですね。さっきの、セリフに戻ると、あのハウンゼに乗れたとか、それにしても若すぎるとか、なぜあんな風に戦えたか、まあ、それぐらいの条件だけじゃ僕がマフティーだって気づくことは難しいでしょうと言ってるわけですね。でここで、ハサウェイが何て言ってるかというと、まあ、なぜそれだけでマフティーだと気がつけるのか。でそこに対してギギ、人って自分のことになるとバカになるって本当ねと。ここは翻訳すると、あんなに分かりやすいのに自分だと気づけないよね。ここは分かりやすいですよね。でただここから、ハサウェイ教えてくれ。ここを翻訳すると、僕にはどうしても分からない。姿を隠しているはずなのになぜ君にはそこまでマフティーだということが分かりやすいのかと。でここギギのセリフ、そうでしょ、マフティーの名前を利用する連中に出会ってカットしてやっちゃったのよ。でここを翻訳すると、分かりやすいわよと。あなた冷静に見えて熱情的に動く、カッとなりやすい人だから、連邦政府を許せずに行動を起こしたマフティからも同じものを感じたから、それがあなただって分かったということが、まあ、ギギが言ってることですね。でここでハサウェイのセリフ、ああ今のことで僕が、いやいい、ここでね何かハサウェイが言いかけるわけなんですよね。ここ一体どんな意味なんでしょうか。ここハサウェイのセリフを翻訳すると、今の会話で僕が君のことを口封じしたり危険だと判断するようなことはないから安心してほしいというふうに、まあ、ギギに対して、まあ、安心を約束しようとしたんですね。まあ、加えて、まあ、あなたのことを口封じすることはないよというふうに言おうとした。で、ただ、ポイントは、まあ、というか、こんなことをわざわざ言葉にして言うと、自分がマフティーだって認めているようなものだし、なんか面倒だし、どうせこれも盗撮されてるからもう言うのやめようというようなセリフが、まあ、これ、ハサウェイが言いたかったことですね。何か言おうとしたけれども、どうせ全部ギギに読まれてるだろうからもういいやというのが、ここのハサウェイの動きでした。なのでこの不自然なセリフにはこういう背景があったわけですね。そしてそこに対してギギ、こんなこと他の人には喋らないよ、嫌われるの嫌だもの、でも本人ならいいでしょ、とてもスリリングだし楽しいわと言っています。でここの、まあ、ギギ何を言ってるかというと、大丈夫、こんなこと他の人には喋らないよと。あなたに嫌われたくないし、他人にあなたの正体を言いふらすのはダメだけど、本人に対してだけ正体を暴くのがいいでしょ、それってとっても楽しいと言ってるわけですね。つまりギギはハサウェイをマフティーだと見抜いた上で、本人のもてあそぶようなことを楽しんでるわけですね。でここに対して次のシーンでハサウェイが説教を入れるわけです。でこの説教からが一番のこの場の見せどころですね。一番難しいギギの発狂シーンにつながっていきます。ここでハサウェイが説教を入れていきます。ハサウェイ、楽しいか、だけど言葉で人を殺すことができるということは覚えておいてほしいな、これは比喩ではないよ。そして返すギギ、そんなことは絶対に嫌だ、私。で、ここでギギがもうあからさまに発狂してドン引きしてるわけですね。で、ハサウェイもギギアンダルシアと、ギギを心配してるわけですね。で、ギギも何か必死で、否定するわけですね。私、そういうんじゃないよ、本当だよ。で、ハサウェイはそれに対して、わかるよ。しかし事実というのは注意深くゆったりと進行するものさ。そしてギギ、そうだね、それ最近わかるようになった。もうむちゃくちゃ難しいからですね。ここ翻訳していきましょう。で、ここがですね、もうシャーとアムロクエスがめちゃくちゃ関わってるんですよ。まずハサウェイのセリフ、楽しいか。で、ここはギギがあなたの正体を暴くのは楽しいわと言ってるわけで、そこに対してハサウェイは返してるわけですね。で、楽しいかと。で、だけど言葉で人を殺すことができるということは覚えておいてほしいな、これは比喩ではないよというハサウェイのセリフですね。ここを翻訳すると、君は自分の洞察力を使って物事を言い当てることを楽しんでいるようだが、時に洞察力の高い言葉は人を本当に殺してしまう。シャーやアムロの言葉がクエスを殺したように、これは比喩じゃない、本当に言葉で人は死ぬんだということを言ってるわけですね。まあ、実際に逆襲のシャアで、シャアやアムロの言葉がクエスを殺していますからね。だからこそハサウェイはこの言葉で人を殺すことができるということをよく知っている。そしてギギも同じ鉄を踏むんじゃないかということを危惧してここで言ってるわけですね。でそこに対してギギは、そんなことは絶対に嫌だ、私と言っています。ここは、私そんなつもりじゃなかった、あなたが死ぬだなんて見たくないと言ってるわけですね。つまりギギは、自分の言葉でハサウェイの正体を見抜きましたと。で、ただし、その見抜いたことによって誰かが死ぬんじゃないか、つまりハサウェイが死んでしまうんじゃないかということを、ここで恐れたわけなんですね。ハサウェイの警告は、そういうことを、他人の正体を暴くだとか、他人の秘密を暴くみたいなことをやってると、誰かが死ぬぞと、警告してるわけなんですね。で、そこに対してギギは、私あなたを殺すつもりじゃなかったよということで、ここでドン引きしているわけです。ハサウェイは発狂するギギに対して、ギギアンダルシア、てんてんてんと言いますね。で、そこで、ギギはさらに否定を重ねます。私そういうんじゃないよ、本当だよと。で、ここで言いたかったことは、ここでギギが言いたかったことは、私、あなたのことを周りにばらしてあなたを殺そうだとか、そういうんじゃない、本当だよと。
で、そこに対してハサウェイは、わかるよ。しかし、事実というのは注意深くゆったりと進行するものさ。これめちゃくちゃ深いセリフですね。で、ここでハサウェイが言おうとしているのは、君が僕を殺そうとしていないのはわかると。しかし、人を殺す言葉というのは少しずつ進んでいくものだと。言葉一つが状況につながって、ゆったりと進行して、気づいた時にはその人を殺しているものだと。シャーとアムロの言葉がクエスを、少しずつ戦場に連れ出していって、クエスが死んだようにということなんですね。そして、ここでギギが言うセリフ。そうだね、それ最近わかるようになったと。で、ここは何を意味しているかというと、そうだねと。私は政治家の愛人をしたりしているから、いろんな人の裏が読めちゃうんだけど、それを言葉にすると人生が破壊される人もいた。そういう痛い目を見たから、言葉って人の人生を壊してしまうんだなって最近わかるようになったということを、ギギは言ってるわけですね。なので、ここはですね、非常に深いシーンですよね。ハサウェイがこの言葉で人を殺すことができるという、この言葉の裏側には、逆襲の者の出来事があるというふうに考えられます。で、ここがギギに対する警告だとか、ハサウェイ、先行のハサウェイの一番最後の結末にも、つながっているという、非常に深いシーンですよね。はい、そして最後の翻訳です。ギギの辛さを理解したハサウェイ、そうか辛いんだと言います。で、ギギ、バカ。で、ハサウェイ、ここでの会話は忘れよう。で、ギギは忘れないよ。あなただってそうじゃないか。ここ一番最後何を言いたかったんでしょうか。で、ギギのこの忘れないよ。あなただってそうじゃないか。ここは、忘れないよ。あなただって私に正体を見抜かれたことを絶対に忘れないし、その気になれば私を殺そうとするはず。そんな簡単に忘れろだなんてよく言えるね、ということをギギは言ってるわけですね。そもそも忘れようがお互いにとって、そもそもこの会話ってお互いにとって忘れようがない会話なのに、あえて忘れようと言ってる、ハサウェイに対して、ギギは否定しているというわけですね。はい。ここまでが、先行のハサウェイの空港編の解説でした。この空港の会話はですね、先行のハサウェイの中でも、最も難しい会話かなと個人的には思っているので、今回紐解いていったら、やっぱり難しかったですね。皆さんはこのシーン初見では分かりましたか？そしてこの会話にはシャーやアムロ、クエスが関わっていたこと知っていましたか？また他に先行のハサウェイで翻訳してほしい会話があれば、ぜひコメント欄でリクエストください。それでは皆さん、次の SF でお会いしましょう。はい、皆さんこんにちは。ジャパンサイファイの J です。今日解説していくのは、先行のハサウェイ会話解説ホテル編です。ガンダム国語の時間へようこそ。今日解説していくのは、ハサウェイが言った仕組みの深さとは一体何かを詳しく解説していきましょう。この仕組みの深さ、なかなか一言で説明するのが難しいのですが、今回の3つの会話を紐解くことで、この仕組みの深さって一体何かがよくわかるようになります。一体ハサウェイは何に悩んでいるのか、そしてハサウェイは一体何のために戦うのか、これを紐解くことでよくわかるようになっていきます。今日翻訳していくのは3つの会話です。一つはギギとハサウェイのホテルでの会話。なぜ神による政治は成り立たないのかという会話ですね。ここを翻訳していくと仕組みの深さということがわかっていきます。そしてもう一つ大事なのは、このタクシードライバーとマフティの会話。一体なぜマフティの理想というのは矛盾しているのか、それが語られる会話なんですね。そして最後に、ハサウェイの独り言ですね。教えてくれよ、この仕組みの深さを破壊する方法を。一体この仕組みの深さとは何でしょうか、そして仕組みとは何でしょうか、それを今日は説明していきましょう。そして小ネタコーナーもありますということでね。はい、早速説明していきましょう。さて、今回ポイントになるのは、ハサウェイが破壊したい仕組みの深さとは一体何かということです。この3つの会話を紐解いていきましょう。で、これを紐解くためにはですね、そもそも一体マフティって何がしたいのかをわからないといけないわけですね。マフティが何をしたいか、3つですね。地球環境の浄化、そして閣僚の殺害による腐敗の浄化ですね。やはり連邦政府の上層部、閣僚たちというのは腐敗が始まっていると。彼らが既得権益を手放さない、そして地球と宇宙の環境を改善していかないということからも、閣僚を排除してきれいさっぱりやり直そうぜということなんですね。そんなキャラがどっかにいたような気がしますけれども、ゾルタン。そしてもう一つは全人類の宇宙への移民ですね。全人類を宇宙へ移民させることによって、地球の環境を浄化させることができると。そして同時に人類が宇宙に上がることで、意識が変革していくということ。マフティはこの3つを狙っているわけですね。ただし、なかなかこれが達成できない。そしてそれに対してハサウェイが言ったのは、この仕組みの深さってなんだろうねという話ですね。今日はそれを紐解くために3つの会話を説明していきましょう。
まず一つ目の会話はこれですね。タサダイホテルに入った時ですね。もうハサウェイとギギが二人の同じ部屋に入って、ね、これからイチャコラするというシーンなんですけど、まあイチャコラしないですけどね。うん。まあ男の子からすれば、まあ、素晴らしい夢のようなシーンなんですけれども、まあここのシーンでですね、まあギギがハサウェイに提案しましたよね。神による政治やっちゃえばいいじゃないと。マフティのやってること間違ってるよと言ったシーンですね。ここをしっかり紐解いていきましょう。ここを紐解くとですね、まあ、実はラプラス事変だとか、まあ、ユニコーンの事件も結構関わってきているので、かなり面白い会話になっています。まずここの会話ですね、まあ、ギギが発言します。マフティのやり方、正しくないよ。そしてハサウェイ、他のやり方があるならば教えてほしいってマフティは聞くよ。ギギ、あるよ。なんだい？絶対に間違わない独裁政権の樹立よ。ははは、おかしい？そりゃね。しかしそれができる人間がいるとすれば、それは神様だよ。そしてそこに対してギギの発言。じゃああなたが神になればいい。そしてハサウェイは否定しますね。そんな人が出てくる頃には人間全体が神になっているよ。そしてギギ、それがニュータイプってこと。ハサウェイは、そんなのはいないよ。学校で教えられたろ、と言います。さて、この回は、まあ、翻訳していきましょう。まあ、正直言えば翻訳する必要はないんですけれども、この人物がなぜこういう発言をしているのかの背景を説明すると、先ほどの仕組みの深さというのにつながっていくので、ここはね、ぜひ説明させてください。さて、ギギの発言ですね。マフティのやり方正しくないよに対して、ギギが提案していたのは、絶対に間違わない独裁政権の樹立でしたね。そしてこの独裁政権、誰がやればいいのかというと、ギギは神が行えばいいと。神による独裁政治をすることで、まあ、人類の問題全てが解決できるんじゃないかと言ってギギが提案するわけですね。そしてギギは、ハサウェイがマフティであることを知っている。そして、まあ、地球連邦の、まあ、政府、を、まあ、生かすも殺すもマフティ次第というところだから、あなたがマフティであれば、あなたがそれをやればいいじゃないと提案してるわけですね。しかし、ここで、まあ、面白いのは、ハサウェイは、まあ、そんなね、人が出てくる頃には人間全体が神になっているよと。で、ギギ、それがニュータイプってこと。で、ハサウェイはそんなのはいないよと言いますね。で、ここでハサウェイが言ったのは、まあ、神もいないし、ニュータイプもいないよと言ってることを言ってるわけですね。で、なぜハサウェイはこんなことを言うのか。彼が本当にここで言いたかったのは、まあ、ニュータイプというのは全知全能ではないと。ハサウェイは実際に逆者の戦場でニュータイプを見てきました。まあ、所詮彼らは人だって、まあ、僕は戦場で見てきたから、まあ、知ってるんだと。アムロもシャーもニュータイプだったけれども、まあ、結局は彼らは人間であったし、神にはなれなかった。ましてやこんな独裁政治を完璧にこなすほど、絶対に間違わない独裁政治を完璧にこなすような神ではないわけですね。そしてここの学校で教えられたろうというコメントも非常に大事ですね。ここでハサウェイが言いたかったことは、それに学校でニュータイプはいないって、まあ、教わったろうと。連邦政府はニュータイプの存在を公式には絶対に認めないと。神の存在も間違わない独裁政権なんてもう絶対に認められないし、誕生しないよということを言ってるわけですね。そもそもニュータイプというのは、まあ、ジオニズムが提案した概念であって、まあ、連邦政府側としてはニュータイプなんてものは絶対に認めないし、公式の存在として認めないわけですね。で、ここの会話が意味することは仕組みの深さにもつながっていくことです。ここの会話のポイントは、まあ、ギギが何を提案していたかというと、まあ、神かっこニュータイプによる絶対に間違わない独裁政権の樹立ですね。しかしこれ実は、まあ、ジオンがやろうとしたことでもあるし、まあ、シャアが逆シャアでやろうとしたことでもあるわけですね。まあ、結局神はいないし、まあ、ニュータイプも公式には存在しないことになっていると。で、神もいないしニュータイプも所詮は人間である以上、ギギの提案というのは絶対に実現できないということをハサウェイは知っていたからこそ、まあ、ここでそんなことはありえないよと言ったわけですね。で、そしてもう一つ注目すべきポイントなのは、このニュータイプが公式に認められていないということですね。ここはユニコーンにも関わってくる話です。ユニコーンの終盤では、まあ、ラプラス事変ですね。あの、ラプラス憲章が、まあ、公表されましたけれども、まあ、もともと連邦政府が初期に宇宙世紀00年に樹立された時には、まあ、宇宙世紀憲章にですね、ニュータイプのような存在を認めるような条文がありましたよね。まあ、もし、人類が宇宙に進出して、まあ、新しい能力を開花させたら、その能力を持っている人を積極的に政治に参加させるというような条文がありました。まあ、それはまあ、ニュータイプを優先的に政治に入れましょうという話だったんですけれども、で、そのようなラプラス憲章というのは、まあ、全て抹消されてしまっているので、まあ、連邦はニュータイプの存在を認めないし、学校で、まあ、ニュータイプなんていないんだよと、まあ、しつこく教えた背景も、まあ、ラプラス事変だとか宇宙世紀憲章が関わっているというふうに考えられるでしょう。そして
ここでギギとハサウェイの会話から分かることは、まあ、連邦はつまり神またはニュータイプが存在し得ない仕組みを作り出したわけです。ニュータイプなんて公式にいないし、結局神なんて絶対に出てこないわけだから、結局腐った連邦が、まあ、世界を制御しなきゃいけないという、そういう腐った仕組みが出来上がっているわけなんですね。ここが仕組みの深さの一つの要素です。ただしですね、まあ、仕組みの深さそれだけじゃ終わらないんですね。はい、次を見ていきましょう。次に解説するのはタクシードライバーとハサウェイの会話ですね。このタクシードライバーとの会話でハサウェイは気づかされることがありましたね。マフティが掲げている目標というのは矛盾しているということがここでは分かっているわけです。まあ、改めてマフティの目的復習すると、まあ、地球環境の浄化だとか、まあ、閣僚を殺害することによって、まあ、腐敗を浄化する、さらに全人類を宇宙へ上げていくということですね。これを目標にしているわけですが、タクシードライバーとの会話でマフティは、マフティというか、まあ、ハサウェイはですね、まあ、自分のこの目的というのが、まあ、いかに間違っているかとかが気づかされるわけなんですね。さて、ここの会話見ていきましょう。ドライバーの発言ですね。ひどいでしょ、ここのハンター。こんなのしょっちゅうでね。なんでマフティはハンターを叩かねえんですかね。そしてハサウェイ、本当だね。連中こそ掃除しなければならないよね。そしてドライバー、額がありすぎんですよ。カッコつけて偉い奴らやっつけてくれるのはいいんだけど。そしてドライバー、最後はみんなで宇宙に出ようって言うんでしょ。あれわからねえんだよな。ラバオってそんなに環境汚染されてねえでしょ。そしてハサウェイ、まあ、ここで否定に入るわけですよね。まあ、ここでドライバーは言いたいのは、まあ、正直マフティが言ってることってそんなに正しくないよねと言ってるわけですね。まあ、ギギと同じこと言ってるわけですね。でそこでハサウェイ、まあ、否定に入るわけですよね。自分が否定されたんで。でも緑は少なくなって魚だって取れないだろうと。そしてドライバー、島のみんなくらい食っていけますよと。でマフティ、千年先のことを言ってるようだけどと。でドライバーは、まあ、暇なんでね、暇なんだねその人さって言ってこき下ろすわけですね。もう非常に面白いシーンですよね。前のシーンではハサウェイはもうギギに、まあ、否定されてますよね。そして次のシーン、このドライバーのシーンでもハサウェイはタクシードライバーに否定されてるというわけですよね。なかなかこのマフティの理想っていうのがね、あの人に認められないような、まあ、それを示したようなシーンですよね。そしてここの会話よく見ていきましょう。まずドライバーの発言、ひどいでしょここのハンター、こんなのしょっちゅうでね、なんでマフティはハンターを叩かねえんですかねに対してハサウェイ、本当だね、連中こそ掃除しなければならないよね。ここでのハサウェイの、まあ、言葉の補足としては、まあ、偉い人たちばかり僕たちは殺してたけど、まあ、こういう権力を振りかざすチンピラハンターとかも殺さないとねと言ってるわけですね。でもうここでもうハサウェイのサイコパスっぷりが出てますよね、このシーンで。そしてここに対してドライバーの発言ですね、まあ、額がありすぎんですよと。最後はみんなで宇宙に出ようって言うんでしょうと。これマフティの目標に対してコメントしてますね。で、あれわからねえんだよな。ダバオってそんなに環境汚染されてねえでしょうと。ここでドライバーが言いたかったことは何かというと、マフティの目標というのは高尚すぎると。もう理想論ばかり語って、みんなで宇宙に出ようと言って、連邦の偉い人を殺しまくるけれども、まあ、現実見てくださいよと。地球全体が環境汚染されてるとは言ってるけれども、ダバオはそんなに環境汚染されてないし、私らのような人は宇宙に出ることなんて望んでないと。マフティは理想論ばかりだということを言ってるわけですね。つまりマフティはあくまでも理想家であって、まあ、ドライバーのようにその日暮らしでその目の前の一日を生きることだけを考えている人からすると、マフティが何を言ってるのかわけがわからないわけですよね。ここのシーンは非常に深くて、まあ、現実世界でもそうですけど、まあ、いろいろ政府がね、こんなこと目指しますって言いますけど、やっぱりこう、まあ、一般の市民というのは、本当かよとか、いやいや、そんなの俺ら関係ねえよって、やっぱりこう、意識が乖離してるじゃないですか。まあ、まさにこれですよね。マフティの掲げる理想に対して、地球のダバオに住む一般市民というのは、全然同意できないと。何言ってんだと。そんなの理想論だろうと。現実見なさいよ。という話ですね。でそこに対してハサウェイはもう自分のこと否定されたもんだから言うわけですね。でも緑は少なくなって魚だって取れないだろうと、もう押しかけるわけですよ。でもドライバーの発言、島のみんなくらい食っていけますよと。でさらに、まあ、否定されたハサウェイはですね、もうより畳みかけるんですね。マフティは1000年先のことを言ってるようだけどと言ってるわけですね。ここでハサウェイの言葉を補足するとですね、今この瞬間ダバオの環境は問題ないかもしれないが、1000年後はどうだろうということを言ってるわけですね。まあ、このままじゃ地球は汚染されていくし、腐敗は深まっていくと。今目の前のことばかり見てないで、人類全体を1000年先、1000年単位で考えれば、マフティのやってることって人類全体にとって正しいとは思えないかと、ここで言ってるわけですね。で、ただし、それを聞いてもドライバーは、暇なんだねというコメントなんですね。ここ面白いですね。
暇なんだねその人さ、暮らしってそんな先考えてる暇ないやねと。でここでドライバーの言葉を補足すると、マフティーは1000年先を気にしようとか言ってるけれども、今日を生きていくだけで大変なんだから、マフティーは理想論ばっかりでなんだか暇だねということを言ってるわけですね。なのでここのシーンで明確になったのは、マフティーが掲げる理想って地球市民みんなの理想じゃないよねっていうことなんですね。でここでの会話のポイント一体何かというとですね、この2つですね。ハサウェイはここで気づきを得るわけですね。マフティの目的は、腐敗した連邦政府を粛清する、さらに人類全体を宇宙に上げるという目標を持ってた。でこれは全人類から見れば確かに正しい目標かもしれないけれども、一般市民から見れば、所詮はもう高尚すぎると、理想的すぎる目標なんだなということを知るわけです。でさらに一般人からの視点をここでハサウェイは得たわけですね。一般人からすればよくわからないし、マフティが言っている全人類宇宙へ行こうぜという話は迷惑にも近いということをハサウェイは知るわけなんですね。要するにハサウェイの理想が現実とかけ離れているということを知るわけです。さて、ここまで解説してきましたが、この2つの会話がですね、この仕組みの深さに非常につながっていくわけなんですね。でここの仕組みの深さって一体何でしょうか。まずハサウェイがベッドで寝転がるシーンありましたよね。ここのシーンですね。ここのシーンで、ハサウェイはいろいろ語るわけです。ここのシーンでハサウェイはこんな発言をしていますよね。分かっているさ、こんなやり方なんか、じゃあ教えてくれよ、この仕組みの深さを破壊する方法を。人類全部が地球に住むことはできないんだ。でなければシャアが起こした反乱も、あの時死んでいった人たちも慰められない。例外規定がある限り人は不正をするんだ。ここの会話ですね。これ一体何を意味しているのか説明していきましょう。そもそも仕組みの深さって何でしょうか。まずそれを知るためには、地球連邦政府がどのようにできていて、どのように腐敗しているのかを知らなくてはなりません。まずそもそも地球連邦政府ができた背景としては宇宙世紀00年ですね。人類の人口は増えすぎましたと。ここから始まってます。そして人類全部が地球に住むことはできませんよと。もう人類の人口増えすぎたんで、もう全員地球に住むのは無理ですと。宇宙に行かないといけないですねと。で宇宙に人を送らなければならないけれども、そのためには統治機構、地球連邦政府が必要でしたと。ここまでは、仕組みの深さまではいかないですよね。こういう仕組みですよと。しかし、ここからが仕組みを狂わせていく内容ですね。で、こうやって宇宙に人を送るということは、結局は人を捨てるということですよね。お前ら宇宙に住めと。で、宇宙で働いて、宇宙で作ったものを地球に与えろという話ですよね。つまり、宇宙に市民が捨てられて、しかも捨てられた上に搾取される構図になってしまったと。そしてその搾取される構図をぶっ壊そうとするために、今までたくさんの組織が出てきましたよね。例えばジオンだとか、ネオジオンとか、こういう反体制派ですよね。その地球連邦政府と反体制派が戦うような世の中になっていってしまったわけです。ですが、この戦争そのものがこの世界の仕組みなんですね。仕組みの深さとは一体何かというと、この戦争なくなってはいけないわけなんですよね。ここはユニコーンだとかナラティブ、戦後の戦争を見るとこの仕組みに関して言及されています。ハサウェイが生きているこの宇宙世紀105年の時代は一体どんな時代なのかというと、小さな戦争をわざと起こしてぐるぐる回して経済を回す世界になってしまったわけですね。つまり宇宙世紀の仕組みの深さって何かというと、戦争を止めると世界が成り立たないわけなんですね。なぜなのか説明していきましょう。まずそもそも小さな戦争をぐるぐる回すって一体何なのか。で、これがないとですね、世界が動かないんですね。それは一体何なのかというと、アナハイムと地球連邦政府が結託して反体制派にモビルスーツを渡して制御可能な小さい戦争を作り出すということなんですね。これ一体何かというと、例えばネオジオンですね。アナハイムはシャアにモビルスーツを渡しましたし、ユニコーンだとかナラティブを見てもアナハイム経由で反体制派にモビルスーツが渡っていますよね。で、これ一体なぜわざわざ敵と味方の両方にモビルスーツを配るのでしょうかと。で、これには背景があります。敵にモビルスーツをちょっと与えることによって、地球連邦政府は軍備が拡張できるわけなんですね。スペースノイドを弾圧するための軍隊を拡張できる、維持できるというわけなんです。そして反体制派も自分たちが武器を入手することでガス抜きができるわけですね。結局は捨てられた民なので、何もしないとどん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 不満が
溜まってしまって大きな戦争、例えば一年戦争のように人類全体が破滅してしまうような戦争が起きてしまう。だからこそ小さな戦争を起こして定期的にガス抜きをしないといけないわけですね。なので一年戦争以降、戦争がどんどん縮小していったのはそれの背景なんですね。なのでシャアが率いたネオジオンもそこまで戦力としては大きくなかったですし、袖付きだとかも同じですよね。こうした袖付きもこういったガス抜きの一環なんですね。そしてアナハイムもなぜモビルスーツを提供するかというと、アナハイムが儲かるからということですね。つまり小さな戦争を起こすということは地球連邦政府にとっても反体制派にとってもアナハイムにとっても得な構図になってるんですね。つまりこの戦争を繰り返していかなければ連邦政府も崩壊してしまうし、反体制派も一気に力が溜まって人類の半分が死ぬような大きな戦争が起きてしまうということで、こういう小さな仕組みが回り始めているのが、これが宇宙世紀105年の時代というわけですね。ただしハサウェイはですね、こんな構造を知っていて、このままだと地球連邦の腐敗は深まるばかりで何にも解決できないということですね。ではこんな仕組みで回っている宇宙世紀をマフティはどうしていきたいのかというと、まあ腐敗をね掃除したいと、要は閣僚を全員ぶっ殺して全部解決したいんだけれども、こんな仕組みって閣僚を殺しただけじゃ絶対解決できないんですよ。宇宙世紀って結局は戦争経済で成り立っているんで、連邦の首脳をいくらぶっ殺しても何も解決しないと。そして地球環境も浄化されないなんてことをハサウェイは知ってるわけなんですよね。要するにハサウェイはこの上で言ってるマフティの目的なんて達成されないことをよく分かってるわけなんですね。こんなの結局理想論だと分かっている。でもやっぱり理想として掲げざるを得ないんですね。なんでなのか、この下ですね。結局ハサウェイがやりたいことっていうのは死んだ人たちの魂を慰めることなんですね。自分でそれを自覚してるのかそうじゃないのか分かんないですけれども、ハサウェイは、まあ、自分が戦うのは矛盾だということをよく知ってると、もう意味がないっていうこともよく知ってるんだけれども、反体制派の灯火を継ぐことと死んだ人たちの魂を慰めることがハサウェイの戦う目的だと考えられます。やっぱりハサウェイはですね、いくら殺したって地球環境の浄化だとか全人類が宇宙に行かないことをよく知っています。今日解説した、まあ、2つの会話ですね。ギギが提案するような全知全能のニュータイプによる政治なんてのを連邦政府は、まあ、封じてしまってるわけですね。ニュータイプなんて絶対に公式で認められないし、ましてやニュータイプによる政治なんて絶対にありえないというわけ。そしてもう一つ、結局地球の民衆ですね、タクシードライバーとの会話でやった通り、全員が全員マフティの目的に同意してるわけではないと。で、現実そこまで環境も汚染されていないわけですね。なので結局マフティのやろうとしてることは矛盾なんですね。地球を浄化したって結局そこまで環境は汚染されていないし、誰か今の連邦政府を完全に破壊したとしても誰か代わりになってくれる人も存在するわけでもないと。結局何をやっても結局今小さな戦争でぐるぐる回ってる世界を壊すことはできないと。だからもう全てが入り組んでいてですね、もう腐った状態でしか成り立たない世界になってるわけなんですね。だからこそハサウェイのセリフ、じゃあ教えてくれよ、この仕組みの深さを破壊する方法をにつながるわけですね。そして最後に、このシーンのね小ネタを紹介していきましょう、ね、お伝えしたい小ネタは3つあります。1つはタクシードライバーの席の後ろに映ってるこの画面ですね。この画面をよく見ると This world still has many problems と言ってます。まあ、何を言ってるかというと、まあ、この世界にはたくさんの問題がある。そして、まあ、この画面移り変わっていくんですけども、全員で地球を脱出して宇宙に行きましょうみたいなね、あのプロパガンダ広告が流れてる上でのタクシードライバーとのさっきの会話ですね。だからこの、あの連邦政府のね、プロパガンダ広告がね、なかなかいい味を出してるという面白いシーンでした。そしてこのハサウェイのシーン。ハサウェイはこのキーカードを持っていますけれども、まあここよく見るとハサウェイワイシャツ着てるんですよね。で、このハサウェイがこのキーカードを持ってるシーンは、まあ明らかに深夜で、本当だったらこんなワイシャツなんて脱いでパジャマを着てるはずなんですけれども、ハサウェイはワイシャツを着ています。これなぜかというと、この後に起きる襲撃をハサウェイが知っているからですね。まあだからこそワイシャツを脱がずにすぐにでも出ていけるような準備ができていたというわけですね。そして最後に、小ネタですけれども、残念ながら、ギギの色は分かりませんでした。ぜひ分かった方はコメントください。以上が先行のハサウェイの会話解説でした。もし今日の解説がためになっていたらチャンネル登録お願いします。そして他にも解説してほしい先行のハサウェイの会話があれば
コメント欄でリクエストくださいね。それでは皆さん、次の SF でお会いしましょう。はい、皆さんこんにちは。ジャパンサイファイの J です。今日解説していくのは、先行のハサウェイ最大の謎の一つ、なぜハサウェイの正体がバレたのかです。ギギとケネスの会話でハサウェイの正体はバレてしまうのですが、あの会話は非常に難しくて初見では絶対理解できません。一体なぜハサウェイの正体がバレたのか、今日は解説していきましょう。皆さん大好きガンダム国語の時間、始まります。まずは結論からいきましょう。結論から言うと、ケネスがマフティーの正体に気づけた理由は5つあります。1つはハサウェイの過去の経歴ですね。モビルスーツパイロットとしての腕前、センスをハサウェイが持っている。そしてもう1つがマフティーに関してケネスとハサウェイが会話した時、ハサウェイはある異常な挙動を見せていました。ここも大きなヒントになっています。そしてもう1つ、ケネスはハサウェイからマフティーの清廉さを感じていました。これも一つの原因ですね。そして最大の理由が4つ目、ここはギギのポロリです。ここの会話は後ほど細かく説明していきます。そして最後にハサウェイの身体性ですね。彼の身体能力から見抜かれたと。この5つの理由からケネスはハサウェイがマフティーであると見抜いたわけなんですね。ではそれぞれの要素でどうやってケネスが見抜いてきたのか解説していきましょう。まず大前提として、ケネスには1つの能力があります。それは察しが非常にいいということですね。ハウンゼンでのギギとケネスの会話からわかる通り、ケネスは非常に IQ が高い。さらにギギのニュータイプ会話にも余裕でついていけてましたよね。ギギは相手の心を読みながら勝手に前に進んでいくわけですが、ケネスもその会話にある程度ついていけていたので、かなり推論力が高いんですね。一言で言えば、ケネスは非常に優秀な探偵であるということなんです。では、そんなケネス、なぜハサウェイの正体が分かったのか解説していきましょう。まず、一つ目の理由はハサウェイの過去ですね。タサダイホテル襲撃の後のシーンで、ケネスとハサウェイにはこんな会話があります。ケネスのセリフ、しかし残念だな。お前さんがこの舞台に来れば、あのペーネロペーを任せられたかもしれない。ここでケネスはレーンにペーネロペーを任せるよりも、ハサウェイにペーネロペーを任せた方が良いということを言ってるわけです。で、この時点でケネスは非常にハサウェイのモビルスーツパイロットとしての腕前だとか、センスを評価しているわけです。もちろんハサウェイが、この時点でケネスが知っているのは、ハサウェイが昔子供の頃にジェガンで敵を撃墜したということだけなんですが、それでも、ケネスはハサウェイから戦士の匂いを嗅ぎ取っていたということなんですね。ここが一つ目の理由です。ただし、ここまではまだ全く決定的な証拠にはなりません。怪しくなっていくのはここからですね。二つ目の理由は、マフティーに関する会話でハサウェイとケネスが会話した時のシーン。ハサウェイは明らかに異常な挙動を見せています。これはタサダイホテル襲撃後のシーンですね。ギギとケネス、ハサウェイの3人が連邦軍の基地でランチをしている時のシーンです。ここでのケネスとハサウェイの会話、よーく見るとハサウェイの挙動が非常におかしいんですね。ギギが立ち去った後のケネスとハサウェイの会話を見返していきましょう。まずケネスのセリフ、こっちはマフティーのおかげで当分寝ることもできん。これまで閣僚が18人も殺されているんだからな。そこに対してハサウェイ、席を立っての去り際でハサウェイ止まるんですね。そしてケネス、どうした？お次はハサウェイのセリフ、いや、いくら高い理想を掲げてもそんなに人を殺したらいつかはマフティーが生贄になるなって。そしてケネスのセリフ、そうさ、俺が奴の首を跳ねてくれる。そこに対してハサウェイ、数秒立ち止まるんですね。ここ映画ではかなりズームアウトしたシーンなので気づきづらいんですが、拡大してみるとですね、ケネスの背後に立つハサウェイが、数秒間立ち尽くしているということですね。つまり一番最初のこのハサウェイの止まったところから、かなりハサウェイはケネスの背後で立ち尽くしているというわけなんです。ケネスはかなり推論力が高く IQ も高い人なので、マフティに対して思いを持っている、あるいは関わっているのではないかというところが、ここから感づいている可能性が非常に高いわけですね。ですが、まだまだこの時点でも決定的だとは言えません。やはりケネスがマフティーをぶっ殺すんだって言った時のこのハサウェイの数秒立ち尽くす反応っていうのは明らかにおかしいですからね。さて、お次のヒントに行きましょう。お次のヒントはハサウェイの高潔さです。まず大前提として、ケネスは非常に考えよく、冒頭の神経が苛立っているカボチャが偽マフティーであるということを完全に見抜いていました。それはハウンゼンから降りた後の会話でわかりますよね。ケネスのセリフ、感じなかったんだよな、マフティーの清廉さというのかな。そしてハサウェイのセリフ、マフティーを肯定しているようにも聞こえるけど。つまりケネスはマフティーは清廉である、ある程度潔い存在であると認めているということがわかります。しかしこのマフティーならではの清廉さ、高潔さというのは、ケネスとハサウェイが会話を重ねていく上でケネスはかなり感じ取っていたところだと考えられます。まず一つは、ギギのお色気だとか挑発に乗らないハサウェイをケネスは見ていますし、あとはハサウェイは過去の出来事を恥じて
いますよね。まあ、こうした潔いところもあると。あとは、まあ、ペーネロペーのパイロットをオファーされても、まあ、きっぱり断るだとか、まあ、そういった、潔の良さみたいなところを、ケネスはハサウェイから感じていたわけですね。まあ、しかし、ここまで来ても、やはり、ハサウェイイコールマフティというところには繋がらないわけなんですね。ここはあくまでもヒントです。しかし、お次に解説するギギのポロリ、これはもう完全に決定的な打撃になってしまいました。これ一体どういうことなのか解説していきましょう。ギギが連邦軍基地から去ろうとするシーンですね。先にハサウェイは、まあ、ケネスの元から、まあ、立って、まあ、最後にギギが、まあ、出ていくというようなシーンです。で、ここで、まあ、ギギがいろいろポロって、ケネスがいきなり気づくんですね。お前今なんて言ったと。で、ここの会話非常に難しくてですね、一体どういう意味なのか解説していきましょう。ではまず、2人の会話から追っていきましょう。まずギギのセリフ。ハサウェイ、私の挨拶なしで出て行ったんですか？ケネス、会うと未練が出るからよろしくってさ。ギギのセリフ。失礼じゃないかしら。ケネス、男としてはわかる。そう？そしてここから伯爵に関連する会話ですね。そしてケネスは、まあ、ギギに執着してるわけなんですね。君にいいお家を用意したよみたいなことを言ってね、ギギはね、いやいやいや、もう伯爵がもっといいお家を用意してくれてるからっていうね、なかなか現代社会に通じる会話ですけれども。で、そこに対してケネスのセリフですね。いや、待ってくれ、いてくれていいんだ。で、ケネス、君が勝利の女神だという感はあるんだ。そしてギギ、こじつけだわ。ケネス、戦場にいる人間は弦を担ぐんだよ。ここからですね。そしてまず会話を追っていきましょう。次、ギギのセリフ。そうかな。でもハサウェイは私を避けていたけど、あいつは軍人になりきれなかった人間だからな。それで、今なんて言った？君はハサウェイから何か聞いているな。いや、ハサウェイに何を感じていた？そうなんですよ。ここの会話の流れがめちゃくちゃ難しいんですね。一個ずつ解説していきましょう。まず、ケネスがギギを呼び止めるシーンですね。まず、ケネスのセリフ。君が勝利の女神だという感はあるんだ。こじつけだわ。戦場にいる人間は弦を担ぐんだよ。というケネスのセリフですね。ここでケネスが意味しているのは、戦場にいる人間イコール兵士というのは誰もが弦を担ぐということを言ってるんですね。そしてギギのセリフ。そうかな。でもハサウェイは私を避けていたけど。ここでギギのセリフ。そうかな。でもハサウェイも同じ戦場にいる人間だけど、弦を担ぐようなことはしなかったわ。と弦外に言ってしまってるんですね。で、先ほどお伝えした通り、ケネスというのは非常に推論力の高い人間ですから、ギギがどういうような前提を置いてこのセリフを言ったのか、後の会話で気づいたわけなんですね。そしてケネス、あいつは軍人になりきれなかった人間だからな、と発言。ここの意味は、あいつは昔軍人の真似事をしていたが、なりきれなかった。だから君のことを避けるのは当然だが、ん？ハサウェイが戦場にいたのは子供の頃のはずだ。今ギギを避ける理由はつまり、今も奴が戦場にいるからかというような思考回路がケネスの背後にあったわけなんですね。そしてギギ、それでというセリフに対してケネス、今なんて言った？ここでケネスが意味するところは、今なんて言った？奴が戦場に今もいるということはどういう意味なんだということをここでケネスは聞いてるわけですね。つまりここでケネスはギギの前提を見抜いた。そしてハサウェイが今も戦場にいる、つまり今も何らかの形で戦士であるということに気づけたわけなんですね。そしてここで全てつながるわけです。今まで解説してきた、まあ、ハサウェイの過去だとか、マフティに対する会話でハサウェイが異常な挙動を見せただとか、ハサウェイの高潔さだとか、全てマフティにつながる内容であることが今ケネスの中で頭の中で通ったわけなんですね。だからこそこの会話につながるわけです。君はハサウェイから何か聞いているな。いや、ハサウェイに何を感じていた？ここのセリフは、ハサウェイがマフティの組織構成員であるならば、君に正体は明かさないはず。勘のいい君のことだから、ハサウェイから何かを聞いたわけではなく、何かを感じ取ったんだな、ということを言ってるわけですね。そしてもう一つヒントがありました。ペーネロペーとクスイの交戦が始まる前後のケネスの会話ですけれども、身体性ですね。ケネスのセリフ。やっと思い出したよ。ハサウェイノアと会った時のことを。ハサウェイはマフティと深い関係にある。どうだ？この時点ではもう完全にギギの会話だとか、先ほどのヒントから完全にケネスは見抜いているわけですね。そして、それに加えて身体性ですね。ハウンゼンであの身体能力、テロリストをやっつけた身体能力。やつだ。あの身体性。もしそうなら、マフティーナ・ビーウェリン。つまり、この時点でケネスはハサウェイをマフティー本人か、あるいは構成員程度のどちらかであると。いうふうに疑っているわけなんですね。ここまで様々なヒントを追ってきましたけれども、結論としては、なぜケネスはハサウェイの正体に気づけたかというと、まずそもそもケネスが高い推論力を持っていると。
非常に勘のいい男であるということに加えて、ギギのポロリがきっかけとなって他のヒントと全てつながったわけですね。ハサウェイの過去だとか、会話での異常な挙動だとか、あとは高潔さ、身体性の全てのヒントがつながり、確信へと至ったわけなんですね。本日のアムロ越えコーナー、新作情報は身構えている時には来ないものだ。ハサウェイ、猫だよそれは。エアリアル、フィンファンネルで勝てるさ。間違いない。転売だ、転売ヤーが来たんだ。飛べる、踊れる、エアリアル。皆さんこんにちは、ハサウェイと同業者、ジャパンサイファーのジェイです。今日解説していくのは、先行のハサウェイの難しすぎる会話です。劇場版先行のハサウェイはもうとにかく会話が難しすぎる。1回や2回見ただけでは、あのキャラクターはどのように意思疎通をしているのか全く理解できないんですね。というわけで、今日は先行のハサウェイの超難解な会話を徹底解説考察していきます。そしてなぜ先行のハサウェイの会話があそこまで難しいのかも分析していきましょう。ニュータイプ能力や高い洞察力を持つキャラクターの会話とそのテクニカルさを紐解いていきましょう。まずは冒頭のシーン、ギギのセリフですね。だってマフティエリンを退治に地球に降りるのでしょ。大佐さんぐらいでいらっしゃいます？どう思われているんです？マフティナビユエリンって。それに対してケネスは、え？あ、どうして？と反応します。もう映画の初っ端からこの難解な会話にもついていけるはずがありません。もうまず大前提として、ギギはニュータイプに近い能力、高い洞察力と勘を持ったキャラクターです。なのでギギは通常の人間がやるような会話の前提を整理する、相手と意識合わせをするということを一切しないで会話していきます。だからこそ冒頭にいきなりこんな会話をぶっ込んでくるんですね。先行のハサウェイの会話が難しい要因の一つは、まさにギギがあらゆる会話をするための前提の整理や意識合わせをすっ飛ばして相手の確信をついてくるキャラクターだからですね。このシーンを分析すると、ケネスとギギは隣に座っていて、二人の会話からギギはケネスの正体を見破っています。おそらくケネス側から俺はマフティを退治するという情報は一切出していない状態で、ギギはケネスの任務を見破っているのだと考えられます。なぜならこのセリフを言われた後にケネスは、え、あ、どうしてと反応していますから、俺が教えていないことをなぜこの女は知っているのかということで驚いているんですね。ここでギギの洞察力がどこまで凄まじいのかというと、ケネスがマフティ退治に行くことを見抜いていて、さらにその任務を帯びる人物であれば指揮官であり、さらに宇宙から地球へ召集がかかるということは大佐レベルの高い階級であると推論しています。ギギは相手の心が読めるばかりか、こうした推論の力も高いので、一般人には全くついていけない会話になっているんですね。この後空港に到着するシーンでは、ハサウェイが全く発言しないのにギギ一人で会話が進むシーンありましたよね。あれもギギが相手の心の中で思っていることを言葉で聞き取っているからです。ニュータイプ能力のような勘のような力を持つ彼女は人の心を読み取って会話をしているんですね。次のシーン、困惑するケネスに対してギギは、このハウンゼンはよほどのコネでもなければ搭乗を許されない特別便よ。しかも今日の客の大半はアデレード会議に向かう連邦政府の閣僚や官僚とそのご家族。仕立てのいいスーツみたいだけど、匂いは消せてない。彼みたいにやらないと、と発言します。そしてケネスの反応、ん？に対して、ギギは、ご同僚よ？と返します。そしてケネスはまた、ん？と反応。大の大人が全てを洞察する少女に手玉に取られているシーンですね。ここでギギのセリフは、なぜ私があなたを大佐だと見抜けたのかという説明をしています。ギギのセリフを人間の言葉にわかりやすく言い直すと、はじめまして。結論、私はあなたをマフティを退治しに行く軍人、連邦軍の大佐だと推察しています。なぜなら私はあなたの心の中を読んでマフティという言葉を読み取ったし、あなたはスーツの着こなしに慣れていないから軍人さんだと見ています。さらに特権階級の人しか乗れないこのハウンゼに乗って地球に降りるということは、マフティ退治のために急遽召集された指揮官級レベルの人ですね。ちなみにあなたの隣に座っている人も軍人である雰囲気を消せていないようですが、あなたよりは上手に正体を隠していますよ、とギギは言っているわけなんですね。そしてもうこの情報を前提と意識合わせなしに一方的にギギがぶつけてくるんで、冒頭の会話でケネスが返せたのは、ん？のみです。もうそりゃそうなりますよね。ちなみにこの動画で解説したこの一連のセリフは、劇中で約たった30秒間で行われます。ここまでの解説には4分ぐらいかかっているんですが、それをたった30秒で会話してくるので、もう普通はついていけませんよね。ここが先行のハサウェイの会話が難解であると言われる理由です。見る側も察しがいい人は一撃でこの会話を理解できるんですが、私には無理でした。さて次の会話、ケネスが軍人であるということを見抜かれ、隣に座るハサウェイも軍人かもねと言われた次のシーン、
ギギはハサウェイを見て、ご同僚よと言って、ケネスはお決まりの、ん?で返します。それに対してギギは、多分、他人には関心がないか。そんなだから左手の指輪を外すことになったのかな。と言っています。さて、ここでギギは、ハサウェイとケネスから同じ人種の人間であるということを読み取っています。ここで言う同じ人種というのは、戦場の匂いや現実を知り、地獄を見てきたのに、特権階級の中に溶け込もうと、綺麗なスーツを着こなしているかのように見せている。他人に対して皮をかぶっている人間であるということをギギは読み取っています。さらにギギはケネスの性格を読み取っています。他人には関心がない。だから離婚することになったということを読み取ってますね。おそらくギギはこの短い会話で自分に対するケネスの視線を読み取ってナンパなやつであること、他人には興味がないこと、そしてケネスの左手の指の肉のつき方から昔結婚指輪をつけていたはずだと読み取って、だから離婚することになったのかなと読み取っています。もうギギはこの人の心を読み取れる洞察力が高いだけではなく、もう与えられた情報を分析して推論を組み立てる力に優れているんです。こうした複雑な思考を一瞬で行い、セリフに変換しているので、普通の人にはギギの会話は全く理解できません。もう逆に、ん?で済ませているケネスがもう超人ですね。実際ケネスはこの後ギギに対して、ギギさんがどう私を推察したかは聞くまい、と言っています。この時点でケネスはギギの高すぎる推察力に気づいていますね。ただここでケネスも頭のいい答え方をしています。私は感情過多の人間らしいというのは承知しているつもりだが、と言っています。ここでケネスはなぜギギが自分の正体や思考を読み取られたのかということを推察しているんですね。ここのケネスのセリフを翻訳すると、はじめまして、君がどのように僕の性格や正体を見抜いたのか詳しくは聞きません。おそらくは私の表情や感情を読み取ったのでしょう。私は昔から感情が表情や言動に出ていることを自覚していますが、そこまで読み取れるほど出ているものですか?と言ってるわけなんですね。もうギギとケネスの会話はこのシーンだけではなく全編通して非常に難解。なぜなんでしょうか。もう原因は両者にあります。ギギは相手の心を読み前提なしに会話を進める天才です。さらに洞察力も高く、あらゆる情報を瞬時に組み立てて推論してくる。さらにケネス側も相手の心は読めないものの、ケネス自身が非常に頭が切れるため推論力が高いんですね。だからケネスの返答もニュータイプじみているところがあったりするわけなんですね。さて、次の回は、マフティの全ての人類が地球から出なければならないという考えに対して、ギギはそれをどう考えるんですか?と言います。それに対してケネスは、社会の潤滑油ってところかな。それに対するギギは、あなたってパターンしか喋らないんだ。はい、この回話もね、もう難しいですね。もうここで難しいのは、なぜケネスはマフティの思想を社会の潤滑油と答えたのかです。もうなかなか詩的な表現ですよね。この会話を翻訳すると、マフティの理想は子供じみているが、こうした思想は世界には必要だ。宇宙世紀ではたびたびそうした理想家が理想を掲げてアースノイドとスペースノイドの歪んだ構造を正そうとしてきた。それは実現しなかったが、こうした小競り合いを起こしてガス抜きをすることが必要なんだ。だからマフティは社会の潤滑油なんだ、とケネスは言ってるんですね。それに対してギギは、あなたってパターンしか喋らないんだ。これはどういう意味かというと、ケネスのセリフはテンプレ化しているということを見抜かれています。マフティに対する自分なりの見解をケネスは述べたつもりが、それらしいことを言ってるが、あなたはどう思うというギギのストレートな質問に対して、本音ではなく建前的に社会の潤滑油だと、それらしいことを言ったからギギに失望されていると考えられます。いやもうこの会話めちゃくちゃ難しいですね。はい、もうこうして見ていくと、ケネス側も詩的に考えを表現したり、ギギも子供なりに相手に期待しているところもあったりで、もう会話の難易度がさらに上がっているということがわかりますね。もう今日解説したのは冒頭の2分程度の会話なんですが、もうそれをちゃんと説明しようとすると、まあもうね、8分ぐらいかかってしまうわけなんですね。もう映画全編のセリフを説明しようとすると、まあ5時間ぐらい必要ですね。先行のハサウェイはセリフがめちゃくちゃ作り込まれていて、紐解いていくとお互いの読み合いが存在していたり、行間の推察力が高く、全キャラの IQ がかなり高いということがわかりますよね。劇場版の先行のハサウェイ、他に解説してほしい会話はありますか？もしあればリクエストくださいね。ぜひ教えてください。